こんにちは、トイズガオです。はい、レジェンドライダーのロックシードがいろいろとありましたので、ちょっと鳴らしていきたいと思います。これだけちょっとね、レジェンドライダーではないですけどもこれもね、正確には違いますけどもね、まあついでということで鳴らしていきたいと思います。
はい、ということで今回は手持ちのレジェンドライダーロックシードを全部鳴らしてみました。まあこれはもうほんの一部だと思います。まだいっぱいこのレジェンドライダーのロックシードがあると思うのでね、もう全部ね、これ中古屋で買ったものなんですけども、まあ今普通に100円とか200円で買えると思うんでね、ここにないものはね、どんどん集めていきたいなと思っております。はい、まあ仮面ライダージオウも始まるんでね、過去のライダーというのがまた注目されると思うので、
このね、ロックシードはいろいろ面白い音声が入っているので、まあ、ライドウォッチの方はね、そのライダーの説明みたいのが入ってますけども、このレジェンドライダーロックシードは、ガイムの変身音と、そのライダーの変身音とかね、いろいろと入ってますんで、すごく面白いなと思います。これはライドウォッチに次ぐものがありますね。これがあってのライドウォッチという、その音声の掛け合いとか、そういうのも、この辺から引き継がれてるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、今後も、その辺の面白さを追求すべく、レジェンドライダーロックシードを集めていきたいと思います。ということで、以上、トイズガオでした。ご視聴ありがとうございました。Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。